メリカ、ニューヨークを訪問している安倍首相は日本時間21日夜、金融関係者らを前に講演し、日本の高齢化や人口減少について、重荷ではなくボーナスだ、などと強調した。安倍首相、日本は高齢化しているかもしれません。人口が減少しているかもしれません。しかし、この現状が我々に改革のインセンティブを与えます。日本の人口動態は、逆説的ですが、重荷ではなくボーナスなのです。また、安倍首相は、日本はこの3年で生産年齢人口が300万人減少したが、名目グドプは成長した、として、日本の人口動態に全く懸念を持っていない、と強調した。また、日本の開放性を推進する、として、一定の条件を満たせば世界最速級のスピードで永住権を獲得できる国になる。乞うご期待です、とアピールした。その後の質疑応答で安倍首相は、日銀の新たな金融緩和の枠組みについて、政府として歓迎したい、とした上で、政府、日銀が一体となってアベノミクスを加速させたい、と述べた。